竹さん何します？ロケラメンの餃子とライス。ああ、ラーメンと餃子。はい、そのロケラーメンにライスと餃子で、はい、そう、はい、僕はの魚介ラーメン。魚介ラーメン、はい、はい、これはじゃあ味噌ラーメンですか？味噌ラーメン、はい、こちらがボケラーメン。そうですね、ボケラーメン。で、こちらも味噌ラーメン。味噌ラーメン。いや、全部ほとんど揃って並べますか？ほぼ似たような感じですね。魚介の方がちょっと色が濃い感じ。キビチョウメンさんを使ってて、結構麺との絡みが良くて、うん、いい、うまっ。結構ガッツリ来たい時に食べたくなる。
ありがとうございます。そうありがとうございます。ごちそうさまです。すいません、ごちそうさまでした。またまたお願いします。もうありがとうございました。大丈夫ですか。どうも。すいません。もうありがとうございました。ありがとうございます。安定の味ですね。うん、そうなんかもうがっつり食いたい時もあと夏バテ防止にも多分すごいキムチとねニンニク入れてやっぱこれあと大将の雰囲気ちょっといかつく見えるけど実はめちゃめちゃ優しいっていう。大丈夫バツなんかと思います、ね。はい、ということでね、ボッケラーメン行ってきました。僕はね、醤油ラーメン頼んだんですけど魚介とか味噌とかね、いろいろありました。ボッケうめえラーメンでしたね。はい、ということでね、ここ結構有名なんですけど岡山のサービスエリアとか岡山のパーキングエリア、サービスエリアでもお土産のお持ち帰りのラーメンとか売ってるんでね、もしその岡山のパーキング寄ったらね、こ のラーメン買ってみたらいかがですか。まあ、本場はね、ここに来て店舗で食べるのが一番美味しい。キムチもね、めちゃくちゃ美味しかった。もうご飯がね、足りんぐらい。餃子も美味しかった。皆さん、岡山来たらね、ボッケラーメン食べてみて。ボッケうめえから。この動画をいいと思ったらグッドボタン。悪いと思ってもグッドボタン。チャンネル登録もよろしく。スピチューブ、インスタグラム始めました。お得な情報、プレゼント企画はこちらから。フォローよろしくお願いします。